こんにちは。リップルがちょっと手ひどいことになってますね。私ね、179円で決済してるわけなんですよ。これはね、市場価格が189円だったと思うんですけども、私の使っていた取引所っていうのは、まあ、スプレッドがありましてね、これほどまでにスプレッドつけるかっていう時に売却スプレッドが結構高かったんですけども、それでも179円で決済できたのは、まあ、本当にね、ラッキーだったなと思います。私の場合はリップルでね、4000万円の利益を見込んでましたので、それ以上の利益が出てる時にはいつでも決済して構わなかったんですよ。まあ、中にはね、リップルはこれからなのに決済するのはもったいないっていう声もありましたよ、確かに。ただね、やっぱそれずっと考えていたらいつまで経っても決済できないんですよ。ですんで、私は自分のルール、自分でマイルールしてたんですよ。自分のルールを決めてたんですよね。いつまでに いくら欲しくてそれを買ったのかってことなんですよ。で、私の場合は2023年までにリップルを決済するというふうに決めてました。そして決済目標金額が4000万だったんで、4000万の利益が出るんだったらいつ決済してもよかったんですよ。そしてですね、やっぱりリップルを持っていても絶対はないわけですよね。ですから、そこに私はかけたわけなんですよ。自分の目標利益達成していて、今決済すれば利益は守られる、そして決済したわけなんですよ。で、もしかしたらリップルがこれからね、どんどん上昇していって、今143円ですけども、私が決済したタイミングが折しもね、ベストだったということではあるんですよ。今あのままほっといたら、今決済できない金額になってたと思いますからね。まあ、そういう意味ですごくラッキーだったのと、だからといってリップルこれからチャンスがないかっていうと、そうではありません。ただリップルに対するリサーチは私はもうやめましたんで、もう分かりません。あとはね、リップルに興味のある方とか、リップルに、すごくね、将来性があると思った方同士でやっていただければいいかなと思います。私の場合は自分の利益を確保したら、今度はね、そこを離脱して、今イーサリアムですからね、イーサリアムに、次の、エネルギーを注いでおります。で、おかげさまにイーサリアムは今全暗号通貨ビットコインはじめ暴落している中で、イーサリアムは踏みとどまってくれてますよね。イーサリアムとカルダノっていうのは踏みとどまって、他の暴落に巻き込まれてないのは、これはどういうことを意味するかっていうと、完全にね、市場と連動してない他の独立通貨だってことで私は認識してるんですよ。市場が上がろうが下がろうが、そういうのは関係なく、その独自の通貨の価値で一歩一歩前に進んでるのかなっていうところなんで、多分全体の市場には引っ張られないのかなと思うんですよね。解釈は様々ですよ。ビットコインはあっという間に80万円ほど下げて、今544万ですね、手痛い。で、イーサリアムも値が下がったとは言ってますけども、で、470万タッチしてから今411万なんで下がったんですよ、確かに。ただですよ、40万ですか、40万を切らなければ私は下がったという認識はしてないんですよ。なんか十分ですよね、ずっと20万前後で長い間いましたからね。で、20万を超えたら今度購入するのが難しくなるって言ったのは、ここでもね、同じことが言えるんじゃないかなと思います。値段が下がったとは言っても、これ40万前後で買う勇気があるかどうかっていうと、私はないです。ですんで、リップルを決済した時にすでに仕込んであったイーサリアム、ここにプラスアルファして新たな資金を乗っけることによってね、イーサリアムっていうのはさらなる強固な投資基盤になったのかなと思いますよね。そして最終的にはエイダに統一されていくと思いますけども、ビットコインも分かんないですね。ちょっとね、イーロン・マスクさんがビットコインから離れたんでしょ。で、別の通貨を探してるわけでしょ。カルダノに来てください。カルダノドーンとね、今年中に1000円とかに突破して、なんかね、よだれてますね。ステーキングも参加してるし、言うことないです。どうですか、イーロン・マスクさん、カルダノのステーキングに参加する意味を持ってね、15億ドル、これをね、カルダノにぶっ込んでくださいよ。よろしくお願いします。ね、キスのジーン・シモンズさんも参加してますからね。では、いってらっしゃい。